日本武道館より生中継でお送りしています。まもなく第4試合が始まろうというところですが、あるいはアレキサンダー・カレリンの紹介が場内にあるかもしれません。本日2月21日横浜アリーナにて、行います前田明引退試合の対戦相手アレキサンダー・カレリン選手が来場しております。ご紹介いたします。ロシアレスリング連盟会長ミハエル・マニアシュビリ。まあ、やはり場内に紹介されました大きな拍手です。ああ立ち上がります。191センチ130キロウラジミール・ベルコビッチ、オリンピック3連覇。皆様2月21日前田明引退試合ザ・ファイナルにご期待ください。その対戦の調印も行いました。あとは1ヶ月後の試合を待つのみであります。金原博光、当然ながら対戦はどんどん厳しい相手となっていきます。前回はナイマン、そして今夜ついにボルクハンと戦います。金原博光、さあ花道です。前回のナイマン戦では勝利よりも充足感があったと語りました金原。今回はもっと大きなものを得ることでしょう。そして勝利をも手に入れることができるか。リングスジャパンランキング7位金原博光です。赤コーナーよりボルクハン選手の入場です。190cm110kg ランキング4位
リング広志屋ボリ君はい。大歓声を受けて久しぶりのランキング戦です。ボルクハン日本武道館の第4試合です。30分1本勝負。この試合はランキング戦です。左側ランキング4位のボルクハンリングスロシア、右側リングスジャパンランキング7位金原博光の一戦です。2人は初対戦であります。さあ熊久保さん、はい、これは楽しみな一戦ですね。そうですね、まさに本当金原選手の連勝このまま続くのか、ここでストップさせられるのかというまさに注目ありますよね。当然ながらどん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 相手は厳しくなっていきます、はい、自分もランキング7位になりました、特にですね、今日金原選手1月の11日にですね、はい、ランニング中に肉離れを起こしたそうなんですね、そちらの方がちょっと心配されるんですけどね。左の太ももでしたっけ、はい、さあ果たしてどういった戦いになりますか。金原が勝てばランキング4位を手に入れます。おーっとかかと落とし、これは例によって王鵬と金原も行きます。答えます、答えます。ロキク山本さん、この2人の対戦はどの辺を楽しみにご覧になりますか。はい、そうですね、今日はハンの体重見たら110キロになってるんですよ。そうですね、ウエートアップしてきてまして、おーっとっとっと、早くも掴みに行ったんですが、これは掴まれたくないと語っていました金原博光。はい、山本さん、どうですかね、打撃で、金原さんの方が崩していくんじゃないですかね。おー、2人の体重差は 13.5 キロです。ただ今までこう対戦したことないようなブランドの動きをしてきますので、そこをどうなるかっていうのがですね。早くも手首を取りました。これをやられたくないと言っていました。引きずり回し。いや熊久保さん、はい、これを取られたくないと言ってたんですが、簡単にハンも取ってきますね。そうですね。特に金原選手ですね、試合前はですね、だいぶ前にこうハンはですね、あまり強くないんじゃないですかみたいなこと言ってたんですけどね、一昨日ぐらいにですね、ビデオ見たそうなんですよ、でその感想がですね、強さを感じさせないが上手い選手だと、ちょっと微妙に変わってましたね。なるほど、はい、微妙なコメントの変化がありました、はい、金原博光まだこのリングスマットにおきましてはそこを見せていない金原博光、現在12連勝中です。そして今回おっと上になった、この辺がボルクハンの動きです。ハン動きいいようですね、今回いいですね、体重を増やしてまいりましたけれども、その動きは変化がないようです。代わりにこのウエイトが大きな武器になります。とにかくはい、こういう動きをする選手とは絶対戦ってないはずですからね。そうですね。さあもう早くも足を絡め取られています。あまり手のおっとこの切り方、この切り方抜群のタイミング、うまい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 、これで終わってしまうのか、金原沈没する、エスケープですね、エスケープですね、エスケープです、エスケープです。いやとにかく金原は十分そのうまさビデオでチェックしまして、蹴り足を取るのがうまいと、その蹴りも注意していかなければという、ね、コメントもしてました。ミドルキック、そちらの方です、ね、キャッチされてそのままアキレス腱固めという方が一番気をつけたいと言ってましたね。あ、なるほど、山本さんね、はい、本来ならば金原選手ともっと早くやってるはずだったんですけどね、山本さんがね、残念ながら怪我のためそうはいけませんでしたけども、でも今日ハンの動きいいです、いいですね、いいですね、一つずつ展開早いですね。あ、十分の休養が取れたようです。おっと横四方上になりました、この辺は金原のライトだ、大返しだ、腕しぎ切れるか切れるか、切れば金星につながるこの腕しぎ、切れそうで切れないハンのこのロック、初対戦であります。まだまだ奥深さというのはボルクハンこの懐いっぱいに秘めております。ハンにとりましては久しぶりのランキング戦、昨年ランキング戦というのは数えてみましたら熊久保さん1試合だけだったんですね、はい、あ、そうですか、5月の大阪戦ですよ、これ負けちゃったんですけれども、8月タリエットをやったんですが、それはランキング戦ではなかったですから、まあ、ただハンはもうどんな打撃がついてても、トップランカーの力があることは間違いないですからね。そうですね、はい、まあ、マッチメイクの関係でこのように昨年はなったんですが、今回はおそらくこの金原を中心にハンが絡んで、まあ、このリングスが動いていくことは間違いないところでありましょう。足を取りに来ました。もう本当に怖いのはですね、このハンがですね、この十字を返した後での動きなんですよね、そうなんですね、返しが怖いですよね、さあ、まあ、山本さんもそのハンのうまさというのは十分ね、身をもって体験していると思いますけれども、その山本さんが今日のハンが動きがいいと言っていましたが、今攻め込んでいるのは金原です。金原これを切れば腕しぎになりますが、この辺のなんとなく返してしまうのが山本さんハンのすごいところですよね、はい、そうです、今日はやっぱり早いですね、動きが早い、なるほどね、山本さんの言葉だけにそれは重みがあります。潰すような格好で、これは山本さん何しようとしてるんですか、ハンは。これはまだちょっと様子見てますね、アキレス腱ですけど、まだちょっと金原さんの足入れてますんでね、まだ取らせないようにしますので、当然ながらハンもその金原のですね、実力を測りながら戦っているというのは十分考えられますよね。2人は初対戦であります。
スタンディングの状態、このスタンディングで戦っていくのが一つの班の戦い方でもあります。ですからその非常に久保さんビジュアル的でもあるんですよね、はい、こう遠くのお客さんからもはっきりと何やってるか分かると、ね、はい、その辺が班のその人気の一つの要素でもあります。こう普通グランドっていうとですね、やっぱりこう平面の動きになっちゃうんですけど、一体的ですからね、そうなんですね、はい、非常に分かりやすい、しかもその技自体は何をやってるんだか分かりづらい、はい、3次元的な4次元的な動きをします。そうですね、ですから半ワールド半マジックとも言われています。それに金原はついていきます。ランキングの7位の金原が勝ちますと、先ほども言いましたがランキング4位を手に入れます。ボルクハンは1つ下がることになります。馬乗りになりました。完全に日曜日お父さんの背中に乗っかります、ボクちゃんのような格好になりましたけども、ハンはこれ甘んじて今許していたようです。5分経過、もう5分ですね、早いですね、5ミニッツパス、どうやって膝十字か、膝十字です。膝十字、この入りはどうでしょう、山本さんどうでしょうか。そうですね、今いい感じ、まだ足が、まあ、締まってないですね、おーっと逮捕術が出たか。コンバットサンボを得意としますこのボルクハン、コマンドサンボとも言われていますが、この逮捕術をも含んでいます。後ろの手を縛られている格好になります。これで金原は片方の手しか自由にすることができません。そして手首だ、手首を取ってひっくり返していきます。アームロックグランドでの引きずり回し、あしつこですね、ついていく、金原負けてません。上になりました、マウントだ。さあ金原、かつての団体ではここからパンチを繰り出すことができましたが、リングスではそうはいきません。しかしもうこのリングスのキャリアも十分積んでいます。この動きを見せているうちは肉離れ全然もう心配ないようですね。そうですね、まあ、ただハンの ローとかですね、はい、来た時にちょっと怖いようですね。あーローね、はい、時折ハン放ってきますからね、そういうのね、はい、金原はもちろんこの大舞台は経験しています。しかし武道館何遍もやっているんですが、久しぶりの武道館であることは間違いありません。でもこの人は大きな舞台を与えれば与えるほどそれだけの働きをする人ですね。はい、そうですね、まさしくのとおりですね。上がるとかしない人なんじゃないでしょうかね。まあ、目指すものがですね、あれもほんのトップですからね、もう一番というのが一番目立てるんだから、それを狙うしかないでしょうと言ってましたけどね。山本さんはこの金原選手とどういう話最近ではしました？ちょっとシアトル行ったんで、はい、ちょっとまだ、そうですね、アメリカ行ってましたもんね、最近はちょっとあれですね、交わしてことは無理ですね。ただ反応は今日試合前で、はい、控え室と話したんですが、かなり彼のこと意識してますね。ああそうですか、まあ、そういうので今日の動きもなんか気合入ってますね、うん、なるほどね、はい、足をかけましてまたグラウンドに展開します。今一瞬打撃に展開するのかなという熊本さん、はい、動きになりましたけれども、今一連の動きどう見ました、金原選手が近くのような感じですね。そうですね、とにかく打撃でどんどん行こうという、だったんでしょうね、もうすでにアームを取られています、アームロック。とにかく打撃で崩してでそのグラウンド入るというのが金原選手のパターンです、ね、なるほど、まだ両者ともポイント数は金原のワンポイントのみです、ワンロスポイントです。さあここから腕は完全にリストロックになってるんでしょうか、捉えられています金原、非常に捌くのが上手い選手だという。入ったぞ、いや抜ける、あーと危ないところでしたブロックハン。いやー山本さん、今危なかったですね、今決まりかけましたね、大きなチャンスをね、金原掴みましたけども、一瞬伸びたのかという雰囲気がありました。そしてこれは何でしょうか、アンクルホールドか膝十字か、これは入ってないですね、入ってない、これからの展開ですね、クロスヒールホールド、ハンが持ち込んできた技といってもいい技がありますが、それには移行していきません。なかなかこの足が邪魔して中に入り込むことができない金原、今入っていきました。山本さん、これ何を狙ってますか。これ十字結構金原選手得意なんで、そうですね、スリーパーか、これで山本さん、これ足を伸ばすわけですね。そうですね、まだでもこれは全然まだ崩れてないんで、足は崩さなきゃいけないですよね。岩山に登りました孫悟空のような体勢になっていますが、おお、これを持ち上げるのか、ハンは細身には見えますけれども大きいんです。回転して、おーとバックを取った金原、大チャンス、大きなチャンスです。さあ腕を振り戻って驚いて、この太い腕を沈めていくことができるか。足あれ不要に出してると金原が、取られちゃいますね、足を引っ掛けられて、そうですね、はい、
同締めのそれが盲点なんですよね。同締めでスリーパーあたりを狙っていくとかけられている相手が自分の足を相手の足に引っ掛けて足を決めてしまうケースがあります。スリーパーなかなか入っていくことができません。熊子さん、やっぱりハンのディフェンスというのもやです、すごいディフェンスしますよね。早いですよね、やっぱり反応が。ねえ、フェースロックか。熊子さん、これどうですか。まだ決まってないですね。今フェースロックに近い状態だったんですが、それも解きました。なかなかいい体勢になれないようです。バックのポジションは取っているんですが、金原ここから崩していくのが、山本さん、ハンの厚みのあるところでしょうね。おそらくそうですね、やっぱりリーチがやっぱりハンのがあるんだよね、やっぱり。ああそうですね。ただこのグランドでは金原選手遅さですね。そうですね、10分経過、10分経過。熊子さん、このハンの厚さというのはやった本人しかわからないおそらくことでしょうね。見ている以上に何かこう捉えどころのなさというのはあるんじゃないですかね。見ている以上にやってる本人がやはり何が起きてるんだろうというのがありますからね。そうですね、スリーパーです、スリーパーです。結構取りました。これでロストポイントは並んでいます、1対1です。そしてですね、なんといっても言わなければいけないのは 13.5 キロの差があるということですよね、はい、身長差もありますしね、さあ打撃に転じていきました。ローキック、ローキックでかつてはこのボルクハンを倒した人間がいました。この打撃の話でいけばですね、はい、金原選手が参考にしたビデオというのは山本選手の試合らしいんですよ。そうなんですね、あの試合というのはローで崩していって、ハイキックにつなげましたよね、はい、ですから金原選手もそれに近いものになってるんじゃないですかね。アキレス腱固めです、ピュアな技。しかしこのハンが使いますと一味違います。この自分が、おお、これはどうなんだ、効いてるのか、だいぶ効いてます。このポジションはほぼ中央と言ってもいいかもしれません。山本さん、どうですかこれ。靴の表情は、これはまだ不完全ですね。まだ不完全、足は締まってないんで、やっぱり腕だけ決めてますんでね。なるほどね、その通り抜けました。金原選手もそこら辺落ち着いて対処していたようです。ボディーブローからの緩みを取ってからの抜きでした。さあ、体重を乗せましたこのボルクハン。後半ボルクハンよくスタミナのことをうんぬんされますけども、この体重を増やして熊本さん、どうでしょうね、ここから。それはちょっと不安ありますね。もう10分過ぎてますからね、体重を増やせばそれがスタミナにちょっと長くなりますからね、その体についていけるかということですね。よし、ショートレンジからの振り上げるような右のフック、ショートです。もちろんワンツーいいぜ、金原渾身のショートワンツーブロー。ファイシーセブンエイト、さあ、ロシアのゾンビのごとくボルクハン立ち上がりました。ここからコマンドサンビストの真骨頂でありましょう。窮地に立てば立つほど力を発揮しますボルクハン。まあ、ハンの特徴として何度となく狙ってますね。狙ってますか、上のキック狙ってますね。おーおー、はい、体を預けましてネジ伏せてきました。ハンはポイントを失っても最後の最後まで諦めない一発逆転の力を持ってますからね。そうです、はい、今までそういったことを何遍もありました ね。もうとにかくハンの場合は最大のチャンスが最大のピンチになるって、これはもう鉄則ですからね。なるほどなるほど、はい、本当に十分に気をつけないと、これは腕を取りに行っています。腕しぎか。これでハンがいい体勢に起きれば、自分の背中をマットにつけることができればおそらく腕しぎでしょうですね。山本さん、おーとエスケープです。アームロックの形になったんですね。アームロック狙いですか、はい、今のポイントです。金原は2つロストしています、そしてボルクハンは3つ失っています。3対2。これは30分1本勝負ですので、ロストポイントはこの地まで。アキレス腱固め、山本さん、これどうですか、どうですか。これはですね、まだ大丈夫ですね、まだ大丈夫ですね。しかし痛いことは間違いない。まだポイントはちょっとずれてるんですか。暴れます、暴れます。今のは金原選手が一番恐れたパターンでしたね。いや、13分20秒金原健闘はしましたが、ボルクハン選手の発表でございます。ボルクハンの壁落ち。金原連勝ストップ、ランキングも上れず、この敗北はどうでしょうか。これも充足感があったか。いやー、もう本当に最後はお葬式ムードだったんですけどね、あの金原選手の方が、どこでこんななっちゃったんでしょうね。あ、
最後のフィニッシュです。足をうまくこう滑らせてるんです ね。この足をつかまれるというのは一番極端なことなんですね。金原選手がこれは最後出てしまいましたね。13分22秒アキレス腱固めです。いやついにストップですからね、記録。まあ山本さん、はい、これがボルクハンの強さなんですね、厚みなんですね。そうですね、多分今まであの戦ったことないようなグラウンドって動きをしましたし、やっぱ入り方全然違いますよね。余裕を持って、いや余裕はないようです。ハンナもちょっと疲れた。そうですね、失礼いたしましたが、金原を下しましてドレッシングルームに引き上げていきました。